今回は、モード801から新たに用意されたテクスチャーベイキングのオプションであるケージベイクについて解説していきます。サンプルとなるこのシーンには、高解像度のモデル、こちらと低解像度のモデル、この2つが用意されています。この高解像度のモデルを元にノーマルマップを作成し、低解像度のモデルへとマッピングすることで、 ジオメトリーの数を減らしつつ、ディテールを備えたように見えるモデルを用意することができます。まずは、この低解像度のモデルに対し、まだ UV が作成されていませんので、UV を作成しましょう。UV のレイアウトへと移り、低解像度のモデル、こちらの、ちょうど横の部分にあたるエッジを1列ダブルクリックで、 選択します。次に UV ピーラー、こちらのツールを起動し UV のビューポートをクリックするとこの今選択したエッジを元に UV を開くことでこのメッシュ全体が綺麗に UV 空間へと展開されるようになりました。では、レンダーのレイアウトへと移りこの低解像度のマテリアルに対し レイヤー追加。画像。ここから新規画像。こちらで新しくノーマルマップ用の画像を生成します。こちらはノーマルマップですので、エフェクトをディフューズの色から、サーフェイスシェーディングの中にある光線へと変更しておきます。 では画像を選択し、高解像度のメッシュを選択した状態で、画像を右クリックして、コンテキストメニューから、オブジェクトからテクスチャーへベイク、このメニューを選択します。801からは、このケージというオプションが新たに追加されていますが、まずは今まで通り距離の値を入力します。この距離の値とは、 ノーマルマップに焼き付けるときの例の距離というのを示すものです。今回はわかりやすく1メートルに設定してベイクを行ってみましょう。レンダリングしたベイク画像というのを実際に確認してみると、おおむね綺麗にレンダリングされているんですが、よく見てみると、 ジオメトリー自体が近い場所、ちょうどこの接近している場所、ここの箇所については、ベイクがうまく行われていないようです。ジオメトリーが近い箇所では、例の距離が適切に設定されていないということになります。このオブジェクトからテクスチャーへベイク。 この時の距離の値をうまく調整することで綺麗にベイクすることもできますが、801で実装されたケージベイク。こちらを使うと、高解像度のモデルを覆うようなケージを使って、そのケージに対する例の距離でベイク処理を行うようになっています。このケージは、低解像度のメッシュの毛布マップという形で用意します。では、モデルのタブへと移り、 低解像度のメッシュに対して、この高解像度のモデルを覆い込むような毛布マップを作っていきましょう。低解像度のメッシュを選択したら、リストタブ、こちらの中にある毛布マップ、ここから新規マップで新たに毛布を作成します。ここで背景にある高解像度のメッシュを覆うような、 毛布の形状にしたいのですが、例えばスケールツール。こちらを起動してスケールをかけたとしても、この外側部分は良いのですが、内側の部分というのはきれいに覆い込むことができません。全体にスケールをかけるというのではなく、この各セグメント、この各セグメントに対してスケールをかけたいので、そういった場合には、 プッシュツールを使用します。えまずは、わかりやすいように、ちょっと高解像度のメッシュを一旦非表示にして、エッジモードで、このセグメントを、エッジを2つ選択したら、上矢印キーで選択していきます。次にえ選択したエッジを、 シフトキーを押しながらダブルクリックすることで、すべてのセグメントをセグメントごとに選択することができるようになります。この状態で変形タブにあるプッシュツール、こちらを起動し、ビューポートをクリックすると、青いハンドルが出ますので、このハンドルをドラッグし、スケールをかけます。そうすると、 このセグメントごとのスケールというのができますので、綺麗に高解像度のメッシュを覆い込むことができるようになります。このくらいですね。これで、毛布マップの完成です。では、レンダーのレイアウトへと戻り、高解像度のメッシュを選択し、 シェーダーツリーからベイクの画像を選択して、もう一度オブジェクトからテクスチャーへベイク。こちらを選択します。先ほどは距離の値を設定しましたが、今回はケージ、こちらから作った毛布マップ。これを選択して、OK ボタンをクリックします。そうすると、先ほどレンダリングした ノーマルマップと比べて綺麗になっているのがわかります。実際のビューポートで確認してみても、先ほどは綺麗にレンダリングできていなかったここの内側の部分というのもきちんとベイクできているのがわかります。このように、 ジオメトリーの形状によっては、それを覆うような形状を低解像度のメッシュに対して毛布マップとして用意し、ケージベイクを行うことで、破綻することなく綺麗なベイクが行えるようになります。